はい、皆さんこんにちは、しげぞうです。暑いですね。連日まだまだ暑さが続いています。これ日傘ですね。あんま暑いんでね、ちょっと日傘を差して出てきましたけど、現在の気温が、この農地の気温がね、39度、湿度が 57% ぐらいですかね。こんな感じでね、39度、湿度が 57% ぐらいですかね。まあ、連日大体もうこういう日が続いてますけれどもね、まあ毎日毎日のようにですね、熱中症で救急車で何名運ばれた、倒れたとかね、まあそういうニュースが入ってきますけれどもね、まあ一つ皆さん熱中症に気をつけてお過ごしくださいね。それとですね、この炎天下の中ですね、ゲリラ豪雨ですか、急に、ゲリラ豪雨、今日もまたニュースで出てましたけれども、大気の状態が不安定でですね、まあ、突然このゲリラ豪雨が、雨が降ってくると、激しい雨が降ってくる。それでまあこの先週ですかね、埼玉県の方でですね、氾濫してましたけどね、道が川のようになってですね、突然、まあ、気をつけていただきたいと思いますね。あの時こうインタビュー受けてた女性の方がですね、日傘を差して、まあ、歩いてたんですけど、突然のゲリラ豪雨でこう日傘がこう傘ですね、今度は普通の傘として、まあ、突然滝のような雨が降ってきましたという、なんかインタビューで言ってましたけれども、あなた滝に打たれたことあるんかい、傘さしてとね思ったんだけどね、あんなもんじゃないですね。まあ、実際どうなのかね、この本当にこう日傘で、その滝ですね、滝のような雨が降ってきましたって言ってましたけれども、実際これで本当に滝に打たれるのかね、体濡れないのか大丈夫なのかね、ちょっと、疑問でしたけれどもね、実際どうなんですかね、この日傘、普通の雨傘より弱いと思うんだけどね、この日傘を差して歩いてて突然ゲリラ豪雨が降ってきたら、滝のような雨が降ってきたらどうなるんでしょうかね。こうなります。ということでね、突然滝のような暴風雷雨が来たら、暴風が来たら、まあああいう感じになります、流されますからね。まあ傘はなんとかね持ちましたけど、まあこの間滝壺に飛び込んでね亡くなられてた方もいらっしゃいましたけどね、突然いきなり飛び込んだんじゃないかな、心臓麻痺を起こしたんじゃないかな。まあ、突然の集中ゲリラ豪雨には気をつけましょう皆さんね。まあ、暑い日が続きますけどね、気をつけて、いってらっしゃい。しげぞうです。カメラカット、カメラさん止めて、引っ張って。